はいどうもバシデです。今回はですね、コンピレーションアルバムに参加しましたということでその内容を喋っていこうかなというふうに思います。それでは行ってみましょう。チューラー。というわけでね、今回僕が参加させていただいているカマンド GO がですね、9月の29日に配信されるということで告知的なことでね、話していこうかなというふうに思っております。このカマンド GO はですね、5曲入っているアルバムになってまして、その内容はですね、1曲目に New Day、 そして Restart、 カマンド GO、 Lonely、 Hope というね、5曲が入っているアルバムとなってるんですが、この5曲に総勢15名のアーティストがこうね、集ってできた、ね、作品となっております。9月の29日に配信されますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いいたします。このアルバムはですね、どのようにして出来上がったかというと、北海道にあるエッグクリエーションというレーベルがあります。そのレーベルに、所属しているアーティストのヘリオレックスさん、ヘリオレックスさんが総合プロデュースして出来上がった作品となっております。なので僕もヘリオレックスさんにお声掛けしていただき参加させていただいたという内容になっております。で、ヘリオレックスさんがどういった方かというと、普段は DJ をやられていたり、歌を歌ったり、トラックメイクをされたり、このようなね、アルバムのプロデュースをしたりしているというね、アーティストさんで、本当に多彩な方だなというふうにね、僕も心の底からこう尊敬してしまう感じなんですけれども、そのヘリオレックスさんと、6月頃にね、知り合いになりまして、アルバムを作るんでね、参加してみませんかということでお声掛けをいただきました。はい。で、そのヘリオレックスさんが所属しているエッグクリエーションさん、エッグクリエーションの、リンク先概要欄に貼っておくんですが、興味のある方はチェックしてみてはいかがでしょうか。なんか新人のね、アーティストなんかも発掘しているみたいなので、興味のある方はね、チェックしてみるといいかもしれませんね。はい。で、そうです、ヘリオレックスさんにお声掛けをいただき出来上がった作品ということで、非常にね、僕はあのヘリオレックスさん素晴らしい人だなというふうに思ってるんですが、6月頃にですね、ツイッターで知り合いになりまして、で、大体の人数が決まったところで、参加するね、アーティストが決まったところで企画書と、出来上がった音源を送りますということで、このようなね、まあ企画書が送られてきましてですね、で、この企画書にはまあそれぞれのタイトルの、曲のテーマが書かれています。例えばね、カマンド GO だったら気持ちや心の変化、迷い入れ替わりとかね、まあその他曲すべてに、まあ、キーワードがね、与えられてるんですけれども、まあそのキーワードを見て、トラックを聴いて、各アーティストにどの曲で歌いたいか、どの曲をやりたいですかっていうね、アンケートを取って、で、各アーティストが、僕はこの曲でやりたいです、私はこの曲でやりたいですっていうね、こう希望を出すわけです。そしたらそれをヘリオレックスさんがすべてまとめて、じゃあバシヒテさんはこの曲のここのパートで歌ってください、ダルダルさんはここの曲のこのパートで歌ってくださいっていうのをすべてこう振り分けてくれてですね、各自ね、宅録やらスタジオ等に行って、こう録音した音源をヘリオさんに渡して、それをヘリオさんがミックスマスタリングしてっていうようなね、流れで出来上がった作品なんですね。で、非常にね、こうスピーディーでね、期間もね、割と短期間だったと思います。まあ6月から、始まって9月の29日に発売ですから、それでも3ヶ月ですよね。3ヶ月で、実際の歌入れも、音源をもらって歌入れするまで大体3、4週間ぐらいでね、みんな仕上げたんですよね。だからそれをね、こう各アーティストに仕上げさせた、ね、ヘリオさんのこの力っていうのはね、本当素晴らしいなというふうにね、思っております。はい。この度はね、本当参加させていただくことができて本当ありがとうございました。はい。非常にね、楽しく仕事ができたなというふうに思っております。で、私バシヒデが参加している、曲はですね、アルバムのタイトルと同じ Come and Go という曲、3曲目になると思うんですが、その曲で参加させてもらっています。僕の他にですね、オーバーユーさん、タクさん、フジキラーさんが歌っている曲となっております。で、トラックの方はね、クサスアブラさんとヘリオレックスさんが作ったトラックとなっております。大体全てのトラックはね、クサスアブラさんとヘリオレックスさんが作ってるんだと思うんですが、はい、そういった内容の曲ですね。で、ジャンルの方はですね、ヒップホップ、
調ですかね、まあ、ヒップホップというかエレクトロホップ、オルティネイティブなんかのね、そういったジャンルに当てはまると思うんですけれども、本当ね、ニューエイジ、新しい世代のヒップホップかなっていうふうに思います。はい、全ての曲僕聞いたんですが、本当にね、内容も素晴らしいですし、本当 BGM としてもね、聴けると言いますか、本当日本のね、この若手のレベルがどんどん上がっているなっていうのも感じることができた作品となってます。そんなところにね、僕が参加させていただいて本当に光栄だなというふうにも思っております。はいね、なのでね、まあ、ツイッターなんかでもつぶやいたんですけど、本当日本のね、音楽界のね、未来は明るいなって言ったような感じでね、このカマンゴーが9月の29日に配信されますんで、ぜひぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。またね、アルバム発表されたらですね、ちょいちょい僕の動画の中でもね、こういったお話をしたり、でカマンゴーもね、僕のYouTube チャンネルの方で配信する予定になってますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。というわけでね、9月の29日の水曜日に、ヘリオレックスさんプロデュースのカマ&ゴーというね、アルバムが配信されるということで、今日はね、告知させていただきました。ぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。今日はご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。